今日も京都でバイトは忙しかった。今日はなんか盛りだくさんだね。月下のディナータイムは以前働いていた洋食屋とは比べ物にならないほど大変だ。清潔で明るい店内、安くて美味しくて安く、メニューも豊富で、それでいて高級感すら漂う料理の数々。上品な色気を醸し出すチャイナドレスのウェイトレスたち。あらゆるニーズに応えた結果、あらゆる層の客が押しかけてきて、それはもうすごいことに。そりゃ時給もいいはずだよ。片付けた皿を乗せたトレイを運びつつ、俺は周りに聞こえないようにつぶやいた。修二、ちょっと待ってくれ。これを片付けてきてから。それを戻したら店長のところへ行って。店長、俺なんかやった？何か心当たりがあんの？とんでもない。アンビディに睨みつけてくる前に俺は首を振ってみせると、そこで手を挙げているお客様が、じゃ、お客の姿が目に入ったと、お客様がお呼びだ。それは私が行くわ。マイはトンと俺の肩を叩きながら言った。あんたは店長のところへ、それが今日の最後の仕事。最後の仕事？出前かなんかでもさせられるんか。行けばわかるから。了解。俺がうなずくと、舞は手を挙げた客の方へ体を向ける。はい、ただいま参ります。すげえ猫かぶりだな。八代くん、もたもたしていてはいけませんよ。いて、にっこり笑ったまま、舞は俺の足を踏みつけてから客の方へ向かう。加減せずに踏みやがった次回から安全靴履いてかんとな。やしろちん、何こんなところで立ち止まってるんだよ。いや、天使の顔をした悪魔が。顔が天使ならいいじゃん。美しいものは全て許されるんだぞ。それじゃあ、ナナミは何も許されないな。お前、後でナナミと対マンな。周りに聞こえないようにボソイド、しかし確かな殺意を込めたセリフだった。聞かなかったことにしよう。じゃ、俺はこれの片付けがあるから。ナナミの返事を待たずに、俺はトレイを抱えて厨房に向かう。仕事中に死後は良くないな。うん。げ、うまい。げっていうのはなんだよ。まかない作れって話か。お弁当をつまみ食いしたくらいで、ヤシロチンの料理をちゃんと食べるの初めてだし、ちょっとびっくりしちゃったのだよ。ナナミは嬉しそうに丼を豪快にかき込み始める。まあ喜んでくれるなら何より。俺も丼に箸をつけながら言った。最後の仕事というのはまかないを作ることだった。ほんとうまいな、この親子丼。いい鶏肉があったからな。俺は適当に作っただけだよ。ヤシロチンって普段偉そうなくせに、たまーに謙虚になるんだよな。俺って偉そうなのか。自分ではそんなつもりはないの。転校してきて数日ですっかり学園に馴染んでるじゃん。
神経が図太いのは確かだろ。マナミなんて神経まで太い三つ編みになってるじゃないか。お前そのうち自転車で引き逃げてやるからな。怖っ。すみませんでした。本気でやりそうなのが恐ろしい。まあいいや、このうまい飯に免じて許してやろう。どうも。ん？めっちゃ食っとるやん。旺盛な食欲を見せるナナミに対してマイは少しずつ何かを確かめるように食べている。もしかして口に合わなかったか？そんなことはないわよ。新人にしちゃなかなかのものだと思うわ。それにしては面白くなさそうな顔をしている。でも、うん、でもあんたの料理はまだ小手先だけで作ってるわね。そう言うね。こりゃプロじゃないんだから。そういうことじゃないのけど、わからないならいいわ。あ、さっさと食べてしまいましょう。食べ終えたらナナミとシュージは帰っていいからね。ああ、なんだかよくわからず俺は首をかしげる。ナナミを理解できなかったらしく不思議そうな顔をしている。料理屋の娘ともなるとまかないにも何か思うところがあるのかな。片付けを終えて着替えてから休憩室に戻るとそこには誰もいなかった。ナナミは飯を食い終えるとさっさと帰ったけど、マイは仕事に戻ったのだろうか。ま、俺の仕事は終わったんだし。店長にも挨拶しておいたから帰っても問題ないだろう。失礼します。誰もいないけど一応言っておこう。さすがにこの時間になると涼しいな。島と違って夜になっても街はまだ少々騒がしいけれど、俺は大きく伸びをして硬くなった体をほぐす。一日の厳しい授業に学園祭の準備とバイト。これだけやってるとさすがにちょっと疲れるな。うう。あれ？あんたまだ帰ってなかったの？うわ。いきなり物陰から姿を見せた前に驚きの声を上げてしまう。おお、びっくりした。案外気の小さい男ね。言うね。今までは度胸があると思われてたのか。バーカ。心底呆れた顔をされてしまう。いいからさっさと帰んなさいよ。店の前うろちょろされると迷惑だし。用がなくなったら何でもポイするタイプだろうな。まいって。は？いや、まいこと何してるんだ？まだ仕事じゃなかったのか？聞こえなかったようなので俺はとっさに話題を変える。なんかあたふたしてるのが怪しいけど、もういいわ。仕事はもう終わりよ。
ちょっと駅前のコンビニに行くところよ。なんとなく甘いものが欲しくなって。最も近くに、もっと近くにコンビニなかったか。街のことはまだよくわからないけど、店の周りに何があるのかくらいは分かっている。私は駅前のコンビニが好きなのよ。なんか文句ある？文句はないけど、せめて着替えてきたらどうだ。いいわよ、このままで。そういえば最初に会った時もその格好で街中をぶらついてたな。で前をじっと覗いていたらいきなり絡まれたんだったな。あの時もちょっとした買い出しに行ってただけ。軽いお出かけならいちいち着替えないわ。本人が気にしていないなら問題ないか。こっちもそういえば。どうした？舞の顔に浮かんだ意地悪な笑みに嫌な予感が走る。あん時修二と一緒にいたあの子誰なの？なんかめちゃくちゃに可愛かったけど。あ、泉か。ああ、リコか。リコか。リコの方か。ガキの頃からの知り合いだよ。ふーん、彼女じゃないんだ。舞の声になんとなく残念そうな響きが含まれている。あのな、俺はこっちに戻ってきたばっかりだぞ。いきなり彼女ができるわけないだろう。あんた一度も彼女できたことないでしょ。ギーク。な、そのもんできるときには一瞬でできるわよ。今こうしている間にも？それはないわ。ないか。そうだろうとも。そうだろうけど、あっさり否定されるとちょっとショックです。それじゃあ私はあっちだから。じゃあね。舞は小さく手を振ってさっさとコンビニの方へ歩いていく。ちょっと待った。ピタリと舞が足を止める。さて、思うことが二つほど。いい加減疲れてるんでさっさと帰りたい。ただ舞はこれでも女の子でもうすっかり夜も更けている。ただ舞、いや、なんでもないや。何よ、人を呼び止めておいて。変な男ね。実は変な男なんだ。知ってたわ。バカにしたように言って舞は挨拶もせずにそのまま去っていった。送らなくても大丈夫だよな。舞の家なんてすぐそこなんだし。俺は自分を納得させるようにつぶやく。なぜだかちょっと落ち着かない感じはするけど、体が疲れきっている。とっとと帰るのが賢明だろう。駅へ向かいつつも俺は何度も振り返ってしまう。舞がちゃんと家に帰りつけるか気になっている自分がいる。俺ってこんなに心配性だったか。気になるけど今更引き返すの面倒だし疲れる。いいから帰って風呂に入って寝よう。
明日の朝は演劇部の練習を見ることになってるんだ。これ以上余計なことをしてたら朝起きられなくなるかも。まあ、舞だしな。心配するだけ無駄というものだろう。まあ、自分の新たな一面に気づいたのは収穫だったな。早朝の学園は静まり返っている。建物が古いせいか普段から妙な雰囲気があるけど、こうして見るといつも以上になんというか。うわーっすー、ヤシロチン。雰囲気を壊す悪魔が登場。ようなのみ。なんだ、自転車じゃないのか。チャリは駅まで行くときと遅刻しそうなときだけ。普段は走ってきてるんだよ。七海はあっさりそう言って額に浮かんだ汗を拭いた。考えてみりゃ、七海は部活やって有志の屋台やってバイトまでやってるんだよな。まあね。ちょっと、いや、めちゃくちゃ働きすぎじゃないか。何で働いてるんだ。何で動いてるんだ。機械じゃないっつーの。普通に食べるもん食べて動いてるぞ。まあその代わり授業中寝てるんだったか。それはいつも寝てるわけじゃない。2時間目の途中くらいまでは頑張ってるよな。そうだよ、その通り。七海だって欲望に任せてダミンを貪ってるわけじゃないんだ。褒めたわけじゃないのに。ところで、ヤシロチン、ずいぶん早いね。ひょっとしてうちの稽古を見に来たわけか。ああ。マジですか。おお、珍しいことに七海が照れてる。この神経の太いナナミでも舞台を見られるのが恥ずかしいのか。ほら待て、なんで携帯取り出してるんだ。いやーね、いや、メモリの残量をちょっと気にするな。風の噂に聞いたことがあるぞ。最近の携帯って動画も撮れるんじゃないのか。さあ行こうか。俺は小道具も作らなきゃいけないから。トヌキだ、ヤシロチ。ナナミをトヌキだな。ほらほら撮ってるよ。もっと顔を見せてごらんとか、いろんな角度から撮影する気なの。何のプレイだよ。心配するな、人には見せないから。上演前にネタバレはまずいもんな。そういう問題。叫ぶ七海に背を向け、俺は肛門を抜ける。本当に撮影する気はないけど、舞台は楽しみだ。すでに体育館には数人の部員が集まっていた。なるほど、朝日先輩の言った通りに、どの人もえらく可愛い。その中でもひときわ可愛い人がこちらに。おお、修二くん、おはよう。で、朝日先輩か。おはようございます。舞台を見せてもらいに来ました。やだな、なんか緊張しちゃいそうだよ。そんなのんきそうに言われてもね。どう見ても緊張なんかとは縁がなさそうな顔だ。こら、
まっしぐらに朝日先輩のところへ行くんじゃない。なんだ、いたのか。ヤシロチンが部外者だろ。こらこら、ななみちゃん。朝日先輩は眉を潜めてななみをたしなめる。修二くんは部員じゃなくても手伝ってくれてるんだから、部外者扱いはダメ。あ、ごめんなさい。ななみはペコペコと何度も頭を下げた。部外者じゃ部費を要求できないでしょ。ボランティアのお手伝いじゃなくて足が出るのかよ。さて、私のささやかな陰謀は置いといて、朝日先輩は勢いよく手を打ち合わせる。みんな始めるよ。今日はお客さんもいるから気合を入れてね。ごめんね。元気に返事するななみに他の部員たちも続けて声を上げる。なるほど、人は少ないけれど勢いのある部活みたいだな。そして舞台稽古が始まった。もちろん本番ではないので何度も中断して段取りを確認しながらの稽古だ。途切れ途切れなせいか、話の筋はよくわからない。ただ、二つほど分かったことがある。この舞台の主役は、神隠しか。そうみたいね。おう。なんでいるんだ。当然のような顔をしていつの間にやらリカ姉が俺の隣にいた。今、体育館は部外者立ち入り禁止だって聞いたぞ。ここは私の学園だもの。どこにいるのも私の自由よ。怖い学園長だな。顧問の先生が来てないみたいだからね。代わりに監督しておかないと。なるほどね。話を聞きつけて好奇心で来ただけみたいな気もするが。演劇部は結構歴史が長いの。これまでに何度も神隠しの話をやってきたはずよ。へえ。なんといっても三風島は神隠しの本場だから題材にしたくなるのは当然よね。だろうな。俺はうなずいて稽古中の朝日先輩たちを見つめる。ねえ、また何かミスがあったらしく中断して何かを話し合ってるところだった。シュウは作り話でも神隠しとは関わりたくない？そんなことはないよ。ちょっとは引っかかりを感じないでもない。だけどアスカも戻ってきてもう終わった話だしな。あんたがそう言うならそれでいいんだろうけど。けどなんだよ。まあでもすごいわね藤崎は。リカ姉は一度首を振ってから役者たちの方に目を向けた。舞台では稽古が再開されている。なんかごまかされたかな。藤崎の舞台を見るのは4月の新入生歓迎会以来だけど、また腕を上げてるわ。朝日先輩が、漠然とした、じゃあ無然とした毅然毎回読めんの毅然とした表情を浮かべ一歩前に出る。そう、もう一つ分かったことは、誰でも向こうに行けるわけじゃない。神と森に選ばれ
そして自分で選んだものだけが扉を開ける。藤崎朝日先輩、いつものんきな顔をしてのんびりした口調で毒舌を吐くこの人は？あなたにその資格はあるの？普段からは想像もつかない凛とした表情、キビキビと弾むような声。そこにいるのは朝日先輩であって先輩でないような、そんな気がしてしまうほど先輩は役になりきっている。普段は子憎らしいちびっこなのに、舞台に立つと別人になるのよね。伊達に部長やってるわけじゃないんだな。本番になればまだこんなもんじゃないよ。好きこそものの上手なれってやつ。藤崎はぼーっとしてるように見えて演劇にはマジなのよね。神隠しから目をそらしたい気持ちがないとは言えない。でも朝日先輩が演じる物語なら見てみたい、ね、そう思ってしまうほど俺は先輩の演技に引き込まれつつある。はい、ここまでね。朝日先輩ののんびり声が稽古の終わりを告げた。一斉に部員たちの間の空気が緩む。終わったか。気合入ってたわね、あいつら。大したもんだわ。毎年演劇部は人数少ないけど、いい舞台やるのよね。今年は特にすごいわ。それは朝日先輩の存在が大きいのかな。どうかしら。舞台って一人でやるわけじゃないからね。まずその朝日先輩は台本片手に部員たちと何やら話している。反省会でもしているのだろうか。どうした？朝日先輩たちから少し離れたところで七海が一人で死んでいる。反省会に加わる元気もないほど疲れ果てているようだ。さて、私はそろそろ行くけど、シュウはまだ付き合うの？どうしようかな。劇の感想を言うべきだろうか、先輩たちの話が終わるまで待った方がいいよな。授業が始まるまで時間があるから、中庭に出て準備の続きをやっておくのもいいか。じゃあね、シュ、授業に遅刻しないようにね。はいはい。手を振ってリカ姉は体育館を出ていく。まだ朝日先輩たちの話は終わりそうにない。よう、ナナミ。おー、癒しろち。息も絶え絶えといった様子のナナミが軽く手を挙げる。すっかり燃え尽きているみたいだな。ナナミ、何か言い残すことはあるか？まだ行く気はないわ。なんだ、元気じゃないか。言い方よ。ヤシロチンがいらんこと言うからだ。俺を睨みつけつつ、ナナミはきっちり復活している。まったく、あんたにはいたわりの心ってものがないのか。遺言を聞いてやったのに。神経逆なでしただけだろ。お前に神経なんてあったのか。なんて勇気だ。言うに決まってるさ。決まってるさ、なんて言われても。つうか、もう完全復活じゃないか、七海ミナ。なんだ、言わないのか。なんで残念そうなんだ。ちょっと聞いておきたいんだけど。ん？気のせいか、七海の顔がちょっと赤いような。ほん、どうした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 。ナナミのお芝居じゃなくて演劇部の舞台は。なんで喧嘩腰なんだよ。そんなことは気にするな。ナナミの芝居か。俺はついさっきの記憶を探ってみる。見てないからな。
ごめん、あんまりナナミは見てなかった。神様に仕える巫女の役だったと思うけど、どんな演技をしていたかあまり記憶に残っていない。あれ、激高するかと思いきやしょんぼりした顔に。そっか、普通は朝日先輩に目がいっちゃうよな、そりゃ。いや、そうじゃなくて。うちの舞台を見る人は大体そうなんだ。ナナミなんて本当にただの脇役。そんなに落ち込まなくても。もしかして取り返しのつかないこと言ったかな。うわー仕方ない、朝日先輩がすごい人だから憧れてるんだし。ナナミも追いつけ追い越せで頑張ればいいんだよ、そうだよな。ああそうだと思う。よっしゃー、ナナミも疲れたなんて言ってらんないな。そう言うとナナミは朝日先輩のところへ小走りに向かう。なんだかわからんが、勝手に落ち込んで勝手に復活したみたいだ。ま、切り替えが早いのは悪いことじゃないか。俺は軽く頭をかいてから体育館の扉へと足を向ける。役者には役者の、裏方には裏方のやることがある。あの人たちの舞台を少しでもいいものにするために俺にもできることがあるのだろう。